ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが、どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう、うん、一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？名をつけねばな。ノブ、まことの心。人は城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみるわ。いや、大手門から入り、ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を辱め武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が。
お主はここで待っておれ。志村殿を返してもらうぞ。ガルチンサラクラッウェイ。志村殿を返してもらうぞ。もうこの兵器これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。うん、馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。
が受けた恥、すすぎに参った。 ジン、志村から己のことは聞いておるぞ、酒井ジン。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。ジン。さあどうする、酒井人。見せてやるよ。